木下こと木下桃香です。市川さんが自分がフレッシュレモンになりたいかどうか、本当になりたいのか聞かれた時の反応をします。市川さんって本当にフレッシュレモンに、レモンになれると思ってるんですか？本当になれると思ってるんだけど、なれると思うよ。ほんまに、レモンですか？そうだね。NMB48 のてっぺんラジオ。はい、ナンバ初小笠原特急、皆さんを夢の世界へお連れします。じゅん乗車します。ありがとうございます。19歳のまっちゅんこと小笠原まゆです。イエーイ。はい、ねえ、見るの見ないのどっちかな。見る見るも、みんなのことも見る見る。大阪出身16歳、みるるんこと白間みるです。よろしくお願いします。はい、始まりました、 NMB48 のてっぺんラジオ。毎週月曜日から水曜日の深夜12時、てっぺんの時間にアイドル界のてっぺんを目指すために頑張ろうという番組です。パーソナリティは NMB48 から私、まーちゅんこと小笠原まゆと、今週はみるるんこと白間みるちゃんが来てくれてます。イエーイ、やったー。てっぺんラジオは去年の8月以来やって。そうなんですよ。めっちゃ前やん、うん、びっくり。しかもそんなに、まゆとは初めてということで。そうなんですよ。よろピクミンです。お願いします、ピクミンです。ちなみに番組冒頭のギャグは、ももちゃんが先週罰ゲームでね、ゲームで負けちゃってやってんけど、わかるわかる。なんかわかるみたいな、めっちゃ似てた。すごい、多分実体験ですね、あれは、うん。はい、では早速このコーナーに行きましょう。まーちゅん、みるるんのあいうえお。はい、このコーナーでは50音の頭文字にちなんだテーマでトークします。今週はえでございます。はい、書いてるから読まんでいいで。今日月曜日はまーちゅんの選んだ絵です。はい、何ですか？私の選んだ絵はエンジンです。エンジン？はい、エンジン。エンジンね。エンジン。ブンブンじゃなくて。エンジンね。そうそう、エンジン。公演前に行うエンジンとか。うん。で、ちょっと今日は見るの、エンジンを再現しようと思ってこれにしてんけど、最近チーム N は、今まで行くぞ、みたいなだけやってんけど、背中を叩き合うみたいなのが始まって、気合を入れるためにね、隣の人に叩いてバシ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 ってやってから、行くぞみたいなのやってるんですけど、そん時のミルのマシーンの勢いが、まーちゅんやったことないやんな、ミル。そう、もう見てて、だから横習わへんね。下げてんのか。そう、だからちょっと今日やってもらおうかなと思って、マジで。そう、立つわ。嘘やん、ほんま。いいの？やってやって。知らんで、まーちゃん。いいよ。倒れても知らんで。ほんまに。そんな強い？ほんまに。でもほんまに音が一番やばいね。嘘、一番？バッシーみたいな。でもやっぱすごい、背中叩いたら緊張もほぐれるし、やっぱ気合が一番入るから。じゃあ叩いてもらうのも強いのがいいんや。そう、でも最近ちょっと衣装の色で変えてるやん。そうで、私ピンクなんですけど、ピンクはピンクで集まって、ピンクの子がミルキーとリーちゃんと私で、あ、その力が弱いんですよ。誰が強い？さやねえ、はるちゃんやな。あ、この音はやばい。やばい。ちょっと叩いてみる。いいの？叩く。初めて、ちょっとてっぺんラジオで初めて、体験する。びっくりするかも。ちょっと皆さんに、ちょっと見る。今日はいつも、見る、何々さんとかって、ちょっと可愛いキャラやから。いや。ちょっと結構てっぺんラジオでも、ミルキーとミルの素顔暴いてんねん。かわいそう、まーちゅん。そ、そんなに？こんな怖い怖い。知らんだ、ほんまにやんだよ、本気でやばい。やばい。怖いねんけど、めっちゃ。やばい。怖い。じゃあ、ミルルンのエンジンの音、っていうか、ほんまに背中叩いてるんですけど。ほんまにやんで？痛いとこじゃないと。ここやん。どこ？せーの。えっ、だっ。ごめんなさい。かわいそう。やばい。服薄いし。もっと痛いやん。ごめん、ね。すげえ。ありがとう。ちょっとパチ言うたな。痛いとこになっちゃった。
気合入るとことすごいバシンってちょっと痛いとこがあって。そうなんや。そうやね。でも今の結構いい場所やったかも。痛いけど。そう。何？起きるじゃないけど。うん。よかった。手形ついてるかも。ごめん。じゃあこんな感じでちょっとこの3日間、はい、ミルルの素顔を皆さんに言っていきたいと思います。はい、ということで円陣についてのトークはここまでになります。はい、明日火曜日はミルの選んだ絵についてトークするのでお楽しみに。はい、さあ今日は鈴懸なんちゃらのカップリングに入っている NMB48 の新曲を聴いてください。あ、どう、これの歌は、この歌はなんやろ、めっちゃ可愛いよな。可愛いな。素直じゃないけど。そう。何、キュンキュンとするっていうかさ。うんうん。君と出会って僕は変わった。息を切らし走ってる。息切らし走ってるね。頑張ってるわ。すごいな、頑張ってるよこの子。頑張ってる。はい。では聞いていただきましょう。はい。NMB48 で、ね、君と出会って僕は変わった。バラバラ。さあ番組にたくさんのメッセージをいただいています。紹介します。はい、伊丹市にお住まいのラジオネームショッキーさんからいただきました。ショッキー、ありがとうございます。こんばんは、渡辺。渡辺、最近やってしまったなと思ったことがありました。お、 AKB のアルバムの写メ会に当選したんですが、うん、コンビニの支払い期限を過ぎてしまい、うん、支払いをすることができませんでした。Oh my god。 お二人は最近失敗したなって思ったことはありますか？失敗したな。あ、でもなんか最近料理にハマってて、うん、やっぱ大人になって料理できる女子力。そうなんですよ。大切やな。そうで、あのチャーハン、うん、めっちゃ苦手なんですよ、チャーハン。あ、作るのが。そう、作るんですけど、なんかめっちゃべちゃべちゃになっちゃう。あ、パラパラしい日にや。そうだから、すごいその揚げ物とかはすごい、よっしゃうまくできたと思うけど、うん、いつも最後のチャーハンは大失敗。あかんねや。なんでなんやろ。なんか卵に隠し味で牛乳入れるんですよ。うん、そう、ふわってなるや、うん、その多分牛乳の量が多いのか知らないんだけど、なんか裏技でやっててんけど、うんうん、卵にもうまずご飯と一緒に混ぜちゃうねんて。え、卵の中にもうご飯一緒に入れて、もう何、卵かけご飯状態にしてから炒めたら一個ずつがコーティングされてて、すごいすごいっていうのはやってた。なるほど。そう、やってみて。それでほんまや、やります。多分それなら。すごいすごい。これ、え、ちょっとやってね。そうそう、なんか乗っけます。ほんまや、うん、確かブログとかで。まあちゃんは失敗ね。うん、結構服買うの失敗するね。わかる。なんか試着するちゃんとする人としない人多分いると思うんですけど、うん、前シーン人で、そう、ママと買い物に行った時は、うん、ちゃんとママが行っても着ときやって言うから、うん、なんかめんどくさいけど着てちゃんと確認してやるんですけど、うん、なんか一人で買っちゃう時は、うん、いや大丈夫ですって言って今着てる服もやねんけど、うんうん、もっと本当はワンピースみたいなぐらい長いかなって思ってパッてやって見て、うんうん、鏡前で当てて、あ、大丈夫長さみたいな。で買っちゃって今日着てみたらめっちゃ丈短くて、あかんやん、うーわやって思った。ちゃんとそれは試着しないと。そう、でもミルも一人で行ったら絶対失敗する。パパとお買い物行かないと失敗する。そう、うん、だから一人は無理。あとほんまに試着はしなさいよ皆さん。マンチョンもやで。はい。なんでめんどくさいやろな。わかんわ。はい、ということで、はい、このように関する質問などをどんどんメッセージをください。宛先は nmb.mark、はい、宛先は nmb@mbs1179.com com はいです、ね、ですメッセージを紹介させていただいた方には私たち2人のサイン入り歌組クリアファイルをプレゼントします。はい、さあ NMB48 のてっぺんラジオ月曜日最後は今日は何の日やねんクイズ。深夜12時てっぺんを過ぎて今日は1月28日です。今日は一体何の日なのでしょうか。橘さん、福島アナウンサー、私たちのヒントで答えてください。
うわあ、これ学校で習った、うん、絶対誰もが映像も見せさせられた、うん、なんかな、世界って感じだね。世界やな、これはなんか、うん、世界の平和を願う、願おうって、うんうんうん、思う。これ聞いたら清らかになる。すごい方たちが一緒に歌ってなんか結構さ、モノマネとかもしてるくない？モノマネの番組とかで、うんうん、なんかそのこの歌のモノマネする人結構いる気がする。へ、うん、そうなんや。そう、なるほど。これはなんて言うんかな、歌です、うん、そう、歌ですね。歌がまあね、レコーディングされた日というか、うん、もうこれいけるやろ。大丈夫でしょ、これは今のヒントで多分分かると思う。うん、なんかイエーイエーイエーとか入ってますよね。そうや、女の人ですよね。よく聞いてる。とかめっちゃすごい歌手が集まったこの歌、うん、そうですね、のレコーディングされた日です。はい、そうです。ということで、千葉さん、福島さん、分かりましたか？それでは NMB48 のてっぺんラジオはここまで。お相手は NMB48 のみるるんこと白間みると、まっちゅんこと小笠原まゆでした。また明日火曜日の夜12時頃にお会いしましょう。バイバイ。我々は世界。もうね、自分が知ってる時はこんなにヒント出してくれるのね。いつもは自分が知らないから ね出さないだけで差が激しい。根はいい子なのだから。そうなのよ、本当にね。もう We are the world 以外ないじゃない。最後答え言ってたじゃない、ね、We are the world、ね、がレコーディングされた日、レコーディングされた日かな、ね、あのウェイウェイって言ったら多分シンディローパーだよね。ウェイウェイワークワーって言ってたやつね。ちょっと楽しいねこれ。頭おかしくなっちゃった。やばいやばい。大丈夫かい？大丈夫、うん、でしょう。でしょう。それじゃあ行こう、答えをお願いします。立花さん、福島さん、私たちのヒントで分かりましたか？正解は We are the world が収録された日でした。29年前、1985年の今日、アメリカの音楽界のスーパースターたちが集まり、アフリカの飢餓救済のためのチャリティーソング We are the world をレコーディングしました。マイケル・ジャクソンやスティービー・ワンダーなど45名が集まりました。すごい。誰でしたっけ？シンディ・ローパーさん。そのさっきイエーイエーイエーイみたいな。マイコーすごいし。マジですごいな。This is it 見たやんな。うん、見てたやんな、なんか DVD、うん、もうさ、うん、あのあそこのシーンが好きで、なんかこれは怒ってるんじゃない、愛なんだよみたいな。何それ。マイコーやばいってなった。マジでそうできたもん。、うん、はい、ではジャネット・ジャクソンのような立花リカニャンとスリラーのような福島アナウンサー、ひど順次アーまで頑張ってください。 We are the childrenスリラー関係ないじゃん。どういうこと？急に何だからね、ジャクソン推しになってきたけどね。なんかね、推しですね。まあでも当たります。当たります、まあ、確かすごい曲でございます、ね、当たります、うん、余裕でしたね今日はね。当たり前です、うん、はい、毎週この調子でねヒント出していただけるとありがたいね。そうだね、NMB48 のてっぺんラジオ、明日も深夜12時頃からです。お楽しみに。